はい、皆さんこんにちは。本日は高崎市総合福祉センターにやってきました。何しに来たかと言いますと、立川市の非行落語会 in 高崎に来ましたね。4月の終わりです。で、出演がね、立川市の彦さんで、立川市の助一門の5番弟子で、ゲストが立川市の丸さんで、立川市の助一門の7番弟子になりますね。で、本日はね、このお二人の落語を、まず篠彦さんがやって、で、次に篠丸さんがやって、で、休憩挟んで、また篠彦さんが落語をやりましたと。そんな番組になってます。はい、そんだけ、立川篠彦落語会に来たわけですが、まず、最初がね、立川篠彦さんの落語で、まず枕がね、今回ゲストにある立川篠丸さんの思い出話というか、二人がね、前座だった時代の、立川篠丸さんの失敗話をちょっとね、いじりつつ、最初の落語はね、ものすごく気の短い人と、ものすごく気の長い人のね、この会話のやりとりの落語になってます。では気の短い方がその気の長い方にお菓子を勧めるんですが、これがなかなかね、もったらもったらしているって、なかなか食事率がなかなか食べきらないということでね、それをこう気の短い方がイライラしながらも待ってるわけですよ。こいつはうめえから食ってみろっつんでね、食わせるんだけど、ずっとね、もぐ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 やってるわけですね。当然気の短い人は全然ダメでしょう。耐えられなくて、これでまあちょっとね、その半分こっちに汚してみる、男ならこうやって食ってみろ、積んでパクパク食べちゃうわけですね。でそれで今度はね、タバコの吸い方もなってねえや、積んでなかなか火もねつかんね、なんかゆっくりゆっくりやってる、なかなか火もつかんないですんでね。それでその気の短い方がさっさとこうやって吸ってこうやって叩くんでいいっつんでね、江戸前みたいな感じで吸っちゃうわけですよ。でまあね、そのゆっくりしてる気の長い方もまあね、いろいろタバコ吸うわけですが、でそのね、気の短い方にちょっと一つ教えてやりたいことがあるっつんでね、ゆっくり言うんだけど、でそのまあ教えてやりたいことっていうやつはね、こうゆっくり最後まで聞くとオチにつながるっていう話になってますね。気の短い男と気の長い男のこの落語が終わったら、今度は出てくるのが立川篠丸さんで、でこの篠丸さんはね、その篠彦さんの思い出話に対してね、こうツッコミを入れるわけですよ。いやいや、兄さんはこう言ってましたがね、こう実はこうこうこうでってことで、まあなるほど、そういうことか、まあまあまあ、そのね話の中には、2人のね師匠である篠之助さん絡みの話もあるわけですが、まあ相変わらず兄弟でじゃあ篠之助さんをいじるというか、そういう一問なんでしょうね。まあそんだけでね、こう、その、枕が終わり、2人のやり詰め的な話もね、終わった後、今度は篠丸さんの落語はあれだね、現代のアパートかな、家かな、わかんないけど、その夫婦が住んでるところに、まあ一人の男がこう隣に引っ越してきたっつんで挨拶回りに来るわけですよ。でそしたら、あれお前はあれじゃねえかっていうんで、こうね、すげえ盛り上がるわけですね、向こう側で。訪問受けた側は、まあなんかよくわかんないけど一応合わせちゃうわけですね、流れ的に。で奥さんはあれじゃないの、あれ俺だよって言ったから、俺詐欺じゃないのって言ってたけど、俺詐欺は訪問してこねえよっつうんで、で話で2人の会話ね、その来た人は誰なのかなって話になってくるわけですよね。で表札見ればわかるんじゃないのなんてことでね、表札見に行ったら福原って書いてあるしっつうんで、まあそんなわけでね、その旦那の卒業アルバムを 見るわけですよ、小中高と。まあそうするとね、小学生の頃はね、ものすごいイケメンが映っていて、つんで奥さんが驚くんだけど、それが実は旦那だったつんでね、それまたもう一個驚きつんで、まあ中学も見て、
で高校になってきたらね、あ落ち着いて今の顔だわなんてなっちゃってまあそんなことはいいよつんで、じゃあその福原っつうのはどこにいるのかなっつったら、クラスメートに3人いるわけで、福原っていうのが。でこの福原はね3人いるわけだけど、さてどこの福原かなっつんで、まあまあいろいろ作戦を立てながら夫婦で、どうすればいいんじゃない、まあ、ね、思い出の中でね、この3人の特徴的なことはね、その卒業アルバムの中に写真があったわけなんで、この特徴として合ってるやつで、さてどれが、この福原のうちのどれなのかなっつんで、で、いろいろ作戦立てながら、で、また帰ってくるわけですよ、その福原さんが。その福原さんはね、日本酒片手にやってきて、一緒に飲もうじゃねえかなって話で、で、その、全然あれですよね、旦那の方が誰だかわからないし、どう盛り上がっていいのか、気送りしながら話を合わせていくわけだけど、で、いろいろ質問しながら、これじゃねえ、あれじゃねえとかね、そう考えながら、やっていくわけですが、まあ、結局のところ、一人のところに落ち着くわけですね。まあ、そんなわけでいろいろね、福原さんのあれこれを聞きながら、どこの福原さんなのかっていうところをね、こう聞いていくのが落語になってますね。で休憩が入った後に今度は篠彦さんのまた落語になるわけですね。で次の落語はね、長屋に住んでる、まあ、ある男性のところに大家がね、この話を持ってくるわけですよ。縁談の話を持ってくるわけなんだけど、その、ね、同じ長屋に独身の女性なんかいやしねえじゃねえかなって話になってたんだけど、その長屋の中にはね、夫婦がいたんだけど、その旦那の方が亡くなったってことで、で、そのね、旦那が借金をこしされて亡くなったもんだから、お前ならいろいろ蓄えもあるから、借金と引き換えにというわけじゃないけど、そのお滝さんをもらってやってくんねえかなって話になってね、その、男の方もまんざらでなおく、むしろ喜んじゃって、もうニヤニヤが止まらないわけですね。で、で、その男の方もニヤニヤが止まらないので、まあいろいろね、風呂屋でね、結構盛り、一人で盛り上がってるところを同じ長屋の連中が見てて、あいつとお滝さんと結婚するらしいぞっつんで、それを邪魔してやろうじゃねえかってことで、で近所に怪談話が得意な落語がいるわけですよ。でそんなわけでその落語家にちょっと幽霊になってもらって、長屋のみんなでちょっと脅してやろうじゃねえかっていうのが最後の落語になってますね。まあそんなわけで、まあ3本落語を楽しめたので、なかなか面白かったわけですね。まあこうやって近所っていうかね、この高崎でこうやってちょっとしたね落語を聞けるのはものすごい楽しいので、ぜひ、また続けてもらいたいなと思ってます。またね、時間があれば、お邪魔して落語を聞かせてもらおうかなと。まあそんなわけでね、もういろいろまあいろいろ落ち着いてきたので、落語なんかを見てみたらいかがでしょうかということで、本日はありがとうございました。まあ、ぜひ落語とかそういうのを見てみたらいかがでしょうか。では皆さんお疲れ様です。